はい、動画見ていただきありがとうございます。リバーシブルの服で片方のパターンしか着たことがないサッキーと申します。よろしくお願いします。今日の話はホームレス50人を1年間撮影して分かったことということで、自分が起業する前はテレビ業界で13年間番組制作の仕事っていうのをやってたんですけど、とある番組でホームレス50人にインタビューをしていくっていう、謎の企画をやったんですけど、例えば、普段ねどうやって生活してるんですかとか、好きな食べ物は何ですかとか、今一番欲しいものは何ですかみたい な, なんかそういう、インタビューとかを聞いていくっていうような企画で、普段ホームレスってよく見かける印象だったんですけど、いざ探そうってなると意外といないんですよね。例えばこう野良猫ってよく街歩いて見かけると思うんですけど、これそれをいざじゃあ探そうってなると意外とこう見つからなかったりするみたいな、そんな感じに近いと思うんですけど、で大きな公園の周りとかに段ボールとかが置いてあったとしても、中を覗いてみると中に人がいないとか、でいろいろ聞き込みをした結果、日中はほとんど、留守にしているということが分かってですね、で、夜に行ってみると、今度は寝てると。寝てるのを起こすっていうのも申し訳ないので、ちょっとねその段ボールの前で起きるのを、こう待ってたり、するっていう状況で、なんか三国志のね三個の霊みたいな状態になってくるって感じだったんですけど、生きてるのかなっていうぐらいもう全くこう起きる様子もないので、今度は外を歩いているホームレスを、探しに行くんですけど、そのただ歩いていたのを見つけたとしても、こう見た感じは明らかにホームレスだなと思っても、テレビのルールとしてはその人が本当にホームレスなのかっていうのを確認しないといけないんですね。勝手な想像で決めつけちゃいけないんですよ。ホームレスと思ってインタビューして放送したら、実は後からホームレスじゃなかったってことになったら、これは大問題になっちゃいますんで、けどかといってこの当然身分証とかも持ってないですし、そもそも持ってたとしてもこうホームレスとかって書いてないわけです。ホームレスですかみたいに事前に聞くっていうのもなんかちょっと結構聞きづらいかったりして、でどうするかっていうと、ホームレスっぽい人をが、外を歩いてるのを見つけたら、後をこうつけていって路上の段ボールに入っていくのを確認できれば、確定だろうということで、そういうことで、後をつけていくっていうのをやったんですけど、でこれもですね、いざついていってもなかなか帰らないんですよね。でそもそもこの段ボールの家を持ってるホームレスってかなりこう上位 の, ランクになるんですよ。で特にそういうこの有名なこう公園の周りとか、この人気の場所だと縄張り争いっていうのも激しいので、かなりこの子さんのというかベテランのホームレスじゃないと段ボールの家をそこにこう持つことっていうのは難しいんですね。でなので外を歩いているホームレスがそもそも段ボールのその自宅を持っている確率っていうのはかなり低いんですよ。なのでついていったら公園のベンチに座ってこうご飯を食べ始めたりとか、なかなかバチッと確定ってなんないんですよね。なので最初はホームレスでよく見かけるし簡単かなと思ってたんですけど、やってみると、意外と難しいなということに気づいたんです。でこれ50人って結構きついなっていうこと で次どうしたかっていうと、まずはとにかく1人の、ホームレスと仲良くなろうと思って、でそこから、紹介をしていってもらおうと、このホームレス数珠つなぎ作戦っていうのを始めてですね、でこれもやってみると、1人、仲良くなったホームレスから、紹介してもらおうとしたんですけど、結局でも携帯電話とか、スマホとかを持ってるわけじゃないんで、結局どうなるかっていうと、じゃあもうちょっとついてこいみたいな感じで歩いて、その知り合いが住んでいるであろう段ボールの家まで、連れて行ってくれるっていう流れになるんですね。なので結局、日中とか行くとやっぱ留守なわけですよ。ああやっぱあいついねえやみたいな感じで、じゃあ次あっちもあるからあっち行こうみたいな感じで、また連れて行ってもらうと。で結局行ってもまたいないと。なのでそれの繰り返しなんで、結局やってることは、自分で一人で探してる時と大して変わんないんですね。でこれ結構大変だぞってことで、どうしたもんかなと思ってたら、ある時その情報を、掴んでですね、でそれが何の情報かっていうと、今度そのホームレスが集まる、イベントがあると、その集会があるみたいな、ね、でそのイベントにはホームレスがもうたくさん集まるから、いっぺんにインタビューが、できるかもしれないっていう、そういう、この絶好のチャンスがあるってことで、当日そう言ったんですね。そしたらそのイベントっていうのが、ボランティアの人たちが、炊き出しみたいな感じで、そのホームレスのために無料で、ご飯とか、豚汁とかお茶とか、お菓子とか、そういうものを食べさせてあげるっていう、イベントだったんですよ。で、そこに実際行ったら、30人ぐらいのホームレスが、
たちがまあ集まってこう、まあ、こう食べてですね、でそこにで、まあしね、そのまあ知り合ったホームレスに声をかけてもらって、まあ、実際いっぺんにインタビューを取ることができて、まあ、めっちゃ助かったっていう感じなんですけど、で番組の撮影としてはもうこれでだいぶ撮れたので OK ってこと でただ自分 の個人的な話になってくるんですけど、自分の中で、まあ、ずっとこの仮説みたいなことがあってですね、でそれが何かっていうと、テレビの仕事でいろいろな、まあ、例えば仕事で成功している社長さんとか、まあ、一流のアスリートとか、こう要はたくさんの成功者みたいな人たちにも、まあ、お会いして感じてたのが、成功している人ほどこう他人の悪口とか、まあ、いわゆる愚痴みたいな、まあ、文句みたいなことを言わないとっていうことに、まあちょっと気がついてですね、例えばトップアスリートとか1年間こうずっと密着撮影とか してるんですけど、まあ、愚痴みたいなことを聞いたことがほぼないんですよね。で、まあ、残念ながらそうじゃない、要はと、ね、トップじゃない人たちほど意外とこうぐちぐちこう、まあね、なんかこう会社のせいにしたりとか、他人のせいにしたりとか、なんかその他人の悪口みたいな、ねことを言ったりするみたいなこう印象があってですね、というまあその仮説があって、でただこの一つだけ腑に落ちないなっていうことがあってですね、それがまあこのホームレスだったんですよ。でどういうことかっていうと、このホームレスの人のなんかこう、まあ、自分の勝手な印象では、なんかこう悪口とか文句とか言わずに、まあ、黙々とね、この誰にも縛られずに好き勝手になんか自由に暮らしてるみたいな印象があって、でこれはまあこのね、さっきの仮説の成功者とか、まあ金持ちになるほど文句を言わないっていう、まあ、自分の仮説とはこの逆になっちゃうなというふうに思ってて、まあ、なのでこれに関してはホームレスだけは例外みたいな感じにしてたんですけど、で、まあ、そんなことを思っていた時に、まあ、ちょうどこういう機会があったんで、この番組とは関係ないんですけど、そういうのは個人的にちょっと確認するチャンスだなみたいなふうに思ってですね、で、まあ、そんなのもありつつ紹介に行ってみたんですけど、で実際したらホームレスたち同士が、まあ、結構まあいろいろ喋って盛り上がってるんですね。で、まあ、ちょっと何をそんなに喋ってるのかなみたいな感じで聞き耳を立ててみたらですね、そしたら結果ほぼ 99% めっちゃ文句言ってるんですね。でそれがまあどんな文句かっていうと、まあ、要はもう自分がこういう生活をしている原因はもう要は他人のせいだという内容なんですよ。まあ、言ってみればほぼ国のせいっていう話なんですけど、まあ、あの総理のね政策、あの時のあの政策が、こうだったから悪いんだとか、まあ、あの政策の管轄はあの大臣が口ばっかりで実行しないからみたいな、なんか政治とかめっちゃ詳しいんですね。でなんかこの間もねハローワークに行ったんだけど全然もういい仕事を紹介してくれないみたいな、なんかそんなようなことを延々なんかこうみんなで不平不満みたいなことをなんか言い合うっていう状況になってて、しかもそれがまあボランティアの人たちがこう無料で配ってくれたご飯を食べながらね、もう誰も何もしてくれないみたいな感じで、文句を言い合ってると。ということで結論、やっぱりね自分の仮説は立証されたということで、ホームレス50人を1年間撮影して分かったことという話になりました。ありがとうございました。